ゆりの花言葉は純粋無垢。純粋無垢な松本です。俺です。よし、提言番組ゼロです。オレンジのゆりはカレー、ピンクのゆりは虚栄心、黄色のゆりは陽気なんかという意味があります。本日の企画、あなたの猫は大丈夫ですか？特定の植物が猫や犬に害があることはご存知かもしれませんが、よく見かける植物でペットの命に関わるものがどれほど多いかは知られておらず、まずはそれを知ることが重要です。これめちゃくちゃ多いで、植物やから大丈夫って思ってる人めちゃくちゃ多い。未だにほとんど知らん人多いで、ほんま。私たち園芸番組ゼロは初心者でもできたをモットーに園芸や家庭菜園チャレンジしていく番組です。また猫に優しい庭作りを目指しておりますので、猫にいい草ダメな草の発信もしています。ある調査によると、犬や猫に有毒であると特定された植物は700種類以上あります。こちらの二宮さんがトドちゃんという可愛い猫ちゃんを飼っており、番組開始当初からその都度猫にダメな植物に関する発信を行っておりますが、今回はそれらをまとめてご紹介したいと思います。中でも特に注意が必要な種類を12種類一挙ご紹介いたします。まず一つ目、ユリ科。これですね、ユリ、チューリップ、スズラン、ヒアシンスなんかがありまして、花や葉、茎など全ての部分に毒性があり、花粉や花瓶の水でも症状が出ることがあります。嘔吐や急性腎不全により致命的なケースが多く、最も気をつけなければならない植物の一つです。それ水であかんってことはやばいよな。猫飲むからな、水は、はい、家中にある猫、水って。だからね、ユリのなんか水差しなんか置いてたらね、そうそうそう、絶対やるから。これユリ科の中には玉ねぎだったりニンニクだったり、その球根系がとにかくまずいらしくって、いや、ヒアシンスとかって多分水につけてなんか飾ってたりすることもあると思うんですけども、そういうの売ってるから、はい、動物がいないご家庭だったらもう全然やっていただいて結構なんですけれども、やっぱりワンちゃん猫ちゃん飼ってらっしゃる方、今一度お部屋の隅々を見渡してください。そういったものがないでしょうか。そして2つ目、ナス科。ナス科には朝顔、ホオズキ、匂い晩祭り、トマトなどあります。すべての部位に毒性があり、嘔吐、ふらつき、黒目が揺れるなど致命的になることもあります。だからトマトが毒性が昔あるって言われてたのは、動物が食べてる様子を見て判断したんじゃない？あ、それ考えられますね。人間には害はないけど動物が食べてて結構不調を起こしてるから、あ、これはまずいなって思ってたのかもしれない。っていうかね、人間ってやばくないですか？何？ニンニクとか玉ねぎとかのそういう話してる時も、ほとんどの動物がそういうニンニクとか玉ねぎもダメなのに、人間だけがなぜか食べれるって。すごいよな。ねえ、トマトだって その話ちょっと止まらないで。なんでこの世界が人間の都合がいいのかって。俺見てん、いろいろ。今回そういう話止まらなくなるからやめとくわ。そうですね、リマイさんちょっとそういう話が好きで、話し出したら止まらないんで、またの機会に話していただきたいと思います。はい、そして3つ目、ツツジ科。サツキ、シャクナゲ、多分まあ外に咲いてる垣根とかに使われてることが多いんで、家の中であるっていうことはなかなかないかと思うんですけども、積んできて水につけてたりとかそういうのしない限りね。これも全ての部位に毒性があり、嘔吐や不整脈、昏睡、致命的になることも。そして4つ目、これやったことあります私たち、アジサイ。アジサイは知ってるよ。だからこれも結構きついよな。はい、アジサイも基本的にはでっかくて外で咲いてることが多いんですけれども、つぼみに含まれる物質が消化管内で生酸に変化し、痙攣や昏睡、呼吸麻痺を起こし致命的となります。これね、私たちアジサイの挿し木に挑戦してたんですけれども、二宮さんは絶対に家の中に入れずにもう外で管理するっていう風にやっておられました。そして5つ目、プラム属。これがリンゴ、アンズ、チェリー、桃、梅。ああ、わかんねや。はい、種に含まれる物質が消化管内で生酸に変化し、嘔吐や痙攣、呼吸困難などを起こし致命的になることもあります。6個目、スミレ科。これパンジーだったり、冬に今パンジーいろんなところで咲いてると思うんですけれども、これも、種子や根茎に毒性があり、嘔吐や神経麻痺を起こします。で、7つ目、水仙属。水仙、球根が特に毒性が強く、
嘔吐や下痢、血圧低下を起こし重度の場合心不全などで致命的となります。水仙って二宮さんのね、実は裏庭にあったのがニンニクやニンニクやって言ってたことがあるんですけど、花が咲いてみた時に水仙やったっていう話があります、うん、あれはな、そのとんがって細いニラみたいなやつって猫がめっちゃ好むんよ。猫草とかそういう感じなんですね。そう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 、だから野良猫とかやばいかもしれないね。はい、で水仙っていうのは人間がもし間違って食べてもかなり危ないらしいんで、なんかニラとそっくりやから庭でニラ作ってる方とか、なんか間違って食べて結構病院に運ばれるケースっていうのが毎年あるらしいんです。じゃあ人間も注意しましょうということで、水仙は危険です。8個目、キク科、これマーガレットとかも含まれます。樹液などに含まれる物質に接触することで皮膚炎が起こり、フケが出やすくなるなどの症状が出ます。だから内臓から来るっていうよりはちょっと皮膚がかぶれるとかそっち系みたいな感じですね、うん、9個目、キズタ属、アイビー。アイビーって多分観葉植物とかであるやつかな、なんかよく、そうそう、観葉植物、室内に置く植物のほとんど猫あかんからね。はい、これは葉や果実に毒性があり、嘔吐や下痢、腹痛、皮膚炎を起こします。で、10個目、東大草科、ポインセチアだったりあるんですけど、これも観葉植物としかで人気なんですが、歯、茎が特に危険で嘔吐や下痢、皮膚炎を起こします。そして11個目、これ二宮さん好きですね、里芋科。で里芋科の中にはポトスとかカラーとか、ポトスとかって観葉植物、観葉植物、でも里芋とかってさ、あれも結局ずっと手に触れとったらかぶれるやん。だから人間にも害があると。そうそうそう、だからあれはわかるやろ、誰でも、はい。歯に毒性があり触れることで刺激になり、口に入れば口内炎、皮膚に接触すれば皮膚炎が生じるというところで、危険度低いと言われ低いって言うんですけども、危険があるっていうことなんで、あ、そうやね、これは避けてください。 OK、 大丈夫ってわけじゃないからね。はい、うん、で12個目、これラストです。はい、アロエ。アロエあかんのか。はい、それあかんかったな。これは下痢を引き起こします。多肉植物、そう、多肉全体あかん、なんだっけ、サボテンから、はい、セダムから、はい、アロマティカスから、はい、全部ダメ。なんかね、私 TikTok かな見たんですけど、なんかほんまに多肉をいっぱいなんかやっておられる人のところに猫がパーって、子猫ちゃんがパーって行って、なんかちょっとなんかかじるみたいな仕草して、でも多分知らないんで、その人なんか微笑ましく笑ってたりなんですよ。で見てる人たちも知らないと思うんですけど、だから私たちがその知った上でその動画を見た時に怖って思うんですよね。そうそうそう、それを気づいてほしい。なんか食べ過ぎたらやばいっていうぐらいのものやねんけど、うん、でもそれでも危ないわけ。個体差によっちゃ体が弱い猫やったらもう行っちゃう可能性もあるわけやし、少量で。だからそこら辺しか人間が知識つけないと、何やろ、無責任っていうか、その無知な上に猫はやばいねんでっていうことやから、はい、そこら辺をしっかり学習して、学んでいかなかな思って今ここにおります、はい、おります、はい、だから植物もその猫ちゃんとの時間も両方楽しみたいならば、それはちゃんと自分が知識をつけて、そう、どういうふうにやっていかないといけないかっていうことを今一度知ることが大切だと思います。そうです、だからもうことが起こってからで遅いからな、はい、無知は罪と言いますから。はい、動物に有害な植物はたくさんあるので、この植物は大丈夫という確信が持てない時には必ず調べてください。植物買いに行った時にもそんな注意書きはないんで、自分で必ず調べてください。そう、ただなこれ一個俺の知識を言うと、はい、その猫の行ける植物っていうのをめちゃくちゃ探した時期があるんやんか、はい、けど最先端だったとしても、猫が例えば犬が行ける植物完全に大丈夫っていうことを示す研究結果はないねん、はい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 、だから追いついてないっていうか調べられへんのよ、ちゃんとその需要がそんなないから、はい、だからこれはダメだろうとか、完全にあかんやつはあかん、ユリみたいなのもあるけど、これはダメだろう、これはいけるだろうっていう情報もあるから、基本的に猫草以外は警戒した方がいいと思う。そうですね、そのまあガジュマルやったりとかさ、はいはいはい、いけるやつっていうのはあんねんけど、もちろんそれを好んで猫は食べへんのあんまり、まあ、食べる時もあるけど、だからまあ比較的安全やなっていうレベルやから大丈夫って言われても、基本的には口に入れさせないっていうことをした方がいいと思う。そうですね、そう、ベースは植物は猫ダメ、
そう野菜も、はい、犬はなんかパッパリパリ食ってるのはおるけど、猫は基本的に野菜もキュウリでさえダメって言われてるから食べ過ぎは、はい、だからそこら辺シビアになった方がいいかなって、ね、はい。で最後にこの猫に安全とされているもの、うん、で一応発表されているものがあるので紹介してみます、うん、まず猫草、これがまあ縁麦とかエノコログサなんかが猫草として販売されてるんですけども、あれは猫ちゃんが食べるように販売されてるんで、むしろ与えてあげてくださいっていうものです。あとはパキラ、ガジュマル、シュロチク、ああそこら辺もいけるね。でサンスベリア、シャコバサボテン、エバーフレッシュ、うん、キャットニップ、あとは俺は何だっけ、ゲットゲット、ゲットは多分間違いなくいけるね。むしろ食べてっていうやつ、はい、沖縄で育てて俺も今育ててんねんけど、もうヒアルロン酸ってコラーゲンとかめっちゃ豊富 で、はいはいはい、でしかもから俺らも体にいいし、虫も寄ってこうへんし、葉っぱは抗菌作用で菌も寄ってこうへんっていう、虫も寄ってこうへんっていう植物やねんけど、はい、あれは俺1ヶ月から2ヶ月かかって発芽させて去年、あそうですね、言ってられました。今まあまあでかくなってて、それやったらむしろ食べさせた方がいいっていう植物もある、はい、それぐらいかな俺が知ってるの、食べさせた方がいいっていうのはむしろ、まあ、ただし安全とされている植物でも猫ちゃんの個体差によって嘔吐や下痢などの症状が出る可能性がありますので、十分な注意が必要です。情報ってだからさっきも言ったけど、大丈夫だろうっていうところ、あれまあこれはダメだろうっていうところもあるね。でだから今俺らが発表したものもいけるだろうやから、そうですね、疑ってくださいね、疑ってほしいね、はい。でアメリカの動物虐待防止協会の活動の一つとして動物中毒制御センターがあり、年間10万件以上の中毒事例を扱っており、そのうち毒性がないと判断されたリストがアメリカ動物虐待防止協会のサイトに作成されているらしいんで、まあ、知りたい方そちらもまあ参考にしてみたりとか、うん、俺も見ててんそれ、そこら辺も全部チェックしてんねんけど、やっぱり心配っていう、はい、獣医師さんとかも結構そういう啓発されておられて、もうやっぱり植物はその猫のそばに置かないのが一番無難だっていう結論になってますんで、うん、いや知らない方結構本当に多いと思うんですよ、猫飼ってるらっしゃる方で。私たちはその猫を推しに行きますけど、もちろん犬とかだったりも危ないと思うんで、ほぼ共通点やと思うね、はい、同じやと思うね、ほぼ猫も犬も。で私たちもその調べるまで全然知らないこととかもいっぱいあって、ただこの園芸を始めた時に二宮さんのお家には猫ちゃんがいるっていうところで、これ大丈夫なんかなって調べてみた時に、こんなに危ないのが多いんやって知ったんで、そういう情報発信もどんどん続けていけられたらと思います。でこんな園芸番組ゼロの最新情報につきましては、ツイッターやインスタグラムなんかで発信していきますので、よかったらそれぞれフォローしてみてください、はい、概要欄にリンク貼ってます、はい。というところで今日はね、こういうトークを繰り広げさせていただきました。はい、もう非常に大切なんでね、はい、今一度知ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。園芸塗り替える記録記憶にペイント芝居でいい芝居買っていい交差するゼロのエンターテイメント、新たな心もセンス光るエントランス始まりはラジ的に Always 突然麦わらスタイルにつなぎは清掃土いじり常に草木に栄養花言葉で振り感じる生命を経験を共に学ぶビギナー照れずに聞きなバグ大作家で肉開発悟りの先行はまとな方やでものづくりも好きな方やで見切り発車スタートもあっという間カット運転だからカットすんなレベルも日々成長今割と迷走増える知識頭の栄養ポケット突っ込み番組